はい、どうもアウトプットチャンネルをご覧の皆様、中島です。今回も動画のご視聴ありがとうございます。本日はですね、こちらの電熱グローブ、こちらのレビューをしていきたいと思います。はい、いよいよですね、12月に入りまして、今年もですね、残すところあと一月となってしまいました。気温もだいぶ下がってきてですね、もうかなり寒くなってきてますけどね、ツーリングされる方、バイク乗られる方はですね、皆さん寒い思いしてませんか？大丈夫ですか？まあ、風邪ひかないようにだけですね、気をつけて乗っていただきたいんですけど、そのですね、まあ、寒さを軽減するアイテムで、まあ、ここ何年かですね、その電熱ジャケットであったり電熱のインナーですね、まあ、そういった商品が増えてきたと思うんですけど、今回ですね、紹介するのはこちらの電熱グローブの紹介をしていきます。電熱グローブですね、私の記憶の中では10年ほど前ぐらいから出始めたイメージなんですね。あの当時は確か太一の電熱グローブが一番最初に出たんじゃないかなって思うんですけど、今回紹介するですね、こちらの電熱グローブはですね、山城っていうメーカーが取り扱ってる商品なんですけど、その山城っていうメーカーはですね、かなり老舗なメーカーさんで、でですね、これ以外にもそのガラスコーティングとかも取り扱ってて、例えばCR1 コーティングですよね、皆さんご存知だと思う、かなり有名なコーティングだと思うんですけど、それ以外にもですね、他のメーカーさんとコラボして商品の開発とかもされてるんですね。こうやってこうホームページの方を拝見してるとですね、例えばアライでしょ、あと AGV、マルシン工業、タナックスとかともコラボしててですよ、かなりですね、メーカーとしては信頼を置けるブランドなのかなって思いますね。まあ、肝心のですね、こちらの方早速ですね、開封していきたいと思います。結構やっぱ分厚いな。やっぱ冬用のグローブだからですね、そこはしょうがないところじゃありますけど、結構つけ心地はいいですね。ですごい暖かい、もうこの状態ですごい暖かいですね。でつけ外しするときに結構このグローブのインナーの部分、中の部分ですよね、それも一緒にこうひっついて出てくるやつとかもたまにあるんですけど、これの場合こう取り外しとかつけ外しはかなりスムーズに行いますね。今回ですね、お借りしたサイズは XL なんですけど、私の手にはそこまで大きくは感じないですね。全然 XL でも、普通にぴったりサイズに感じますね。普通に使える、かなり反応はいいですね。人差し指と親指が使える感じですね。グローブ自体がやっぱり分厚いので細かいタッチっていうのは難しいですけど、電話をかけたりとか簡単な操作をするのはですね、全然余裕かなって思いますね。そうですね、こういう冬用のグローブってやっぱりどうしてもですよ、夏用とかメッシュグローブと比べるとこう厚みがあるからですね、こうハンドルを握った時の感覚だったり、レバーをこう、ね、ブレーキかける時の感覚っていうのがちょっと、ね、いつもと違って慣れないとなんか違和感が出たりとかってあると思うんですけど、その辺はですねちょっと心配かなって思うぐらいのやっぱ厚みはありますね。いやただね、そう、冬めちゃくちゃ寒いですから、バイク乗るとだからこう手がかじかんで、ね、手の感覚なくなるよりは全然操作しやすいのかなって思いますね。部屋の中で今撮ってね、グローブつけてますけど結構暑いですよこれ。で風が通らない感じっていうのもすごいしますね。でここの手首の部分、ここにベルトがついていて、ここをピタッてこうくっつけることによって、しっかりとホールドされるというか、ぴったりくっついてくれますね。あ、でも本当ちょっと汗ばんでくるぐらい暑いですよこれ。簡単にですね、特徴の方説明していきます。3段階の温度調整スイッチがついてます。レベルコントローラーですね、さっきのスイッチ部分、オンオフスイッチ部分ですね、それと一目で分かる発光式インジケーター、そのスイッチの上にですねインジケーターがついてるので目で見てすぐ分かるっていう感じです。で最長4時間の発熱の性能というふうになってます。バッテリー容量はですね 2200mAh で4時間、発熱が可能っていう風になってます。
ただですね、まあ、持続時間はですね、使ってるこのモードによって変わってくるっていうところで、ハイパワーモードの場合、急速の場合ですね、2時間が限界です。で、ノーマルで3時間、セーブで4時間っていう形になりますね。まあ、ハイパワーモードを急速で使う場合はですね、要は一番最初、ね、オフからオンにするときに今使うのかなっていうモードですよね。要はですね、すぐ暖かくなりますっていうとこですね。まあ、もしくはすんげー寒いときだけ使ってくださいっていう注意書きがあります。通常時の使用はですね、まあ、ノーマルかもしくはセーブっていうところを使ってください。でですね、この電熱グローブっていうのが一つ注意していただきたいことがあって、低温やけどですね、高温の状態で長時間使用すると低温やけどを起こす可能性があります。特にハンドルカバーを併用するなど走行風が通らない状態ではグローブ内部が高温になります。40度を超えると低温やけどの危険性が高まりますので、こまめな温度設定を行い、定期的に手や指の状態を確認してくださいということです。本当この低温やけどにはですね、しっかり注意して使ってもらえればと思います。はい、グローブ本体と専用バッテリー2個、専用充電器が1個、取扱説明書に保証書というふうになっております。それではですね、実際に今バッテリーを充電してるので、そのバッテリーをつけてですね、どれぐらいの時間でどのぐらい温まるのかっていうところをですね、見ていきたいと思います。バッテリーの収納部分がここにあって、まあ、手首の部分ですね、内側になるんですけど、結構ここに収納するタイプ多いですよね。確か太一のもここだったのかな。それでこの充電したバッテリーをこうやって差し込んで、また元のように直してあげるっていう、簡単ですね。それで充電し終わったバッテリーを入れてあげて、ここのスイッチを押すことによって、こんな感じでランプが点灯します。もうついたのかな。さあ、それではですね、早速スイッチの方を入れてみましょう。それではスタート。じゃあハイパワーモードでですね、どれぐらいね、じゃあハイパワーモードでどれぐらいの時間で温まるかっていうのを見ていきたいと思うんですけど、もう暖かいっすよ。早いな。何秒だろう、30秒ぐらいですでに温まり始めてますよ。こうあれなんですね、内側っていうよりもこの手の外側、こっちのプロテクターがついてる側の方が温まるんですね。あ、これはやけどするわ。これもうすでに熱いもん。この電源を入れずにですね、このグローブつけるだけでちょっと汗ばむぐらいですね、あったんですけど、もうすでにですね、めちゃくちゃ暑いっす。めちゃくちゃ暑いってあれかな、語弊があるかな。なんて言うんだろう、このハイパワーモードでオンにしてね、どれぐらいで温まるか見てみたんですけど、初期の温まり始めめちゃくちゃ早いっすね。ノーマルでちょうどいいか、ちょっと汗ばむかぐらいだから、まだ今ぐらいの10度ちょっとぐらいの外気温でバイク乗るってなったら、多分このセーブぐらいでちょうどいいと思いますね。めちゃくちゃ暖かいですよ。ハイパワーでずっと使い続ける人とかおるのかなっていうぐらい暑いっす。いや、予想外の速さですよ、本当。予定ではですね、ちょっと温まるまで世間話しようかなって思って、その世間話の内容を考えてたりしたんですけど、全く必要なかったですね。あ、でもこれだけね、温まるのが早いんだったら使い物になりますね。でここのグローブの入り口の部分はですね、こういった感じでキュッて締めれるようにもなってます。だからこう風が回り込んで入ってくることも少ないのかなっていう作りですね。で休憩所とかでホットコーヒー買ってからすよ、こうやって温まってってしてたっすけど、全く必要なくなりますね。でグローブの、まあ、細かいところを見ていこうと思うんですけど、ここの部分がですね、ナックルプロテクターっていう形になってます。拳ガードですね。それと人差し指の部分にスクリーンワイパーがついてますね。雨の日なんかスクリーンが濡れた時はこれを使ってくださいってやつですね。でプロテクターは他にですね、ここの内側の部分、カーボンプロテクターと手の甲の部分にもですね、プロテクターが入ってます。人差し指と親指の部分はスマホ操作が可能という形ですね。軽量 70g の 7.4V 専用バッテリーがここの部分に入っております。防水防風 3M 審査冷凍保温材が入っているグローブです。はい、
このアイデイズの電熱グローブはですね、新モデルが出ています。2020年秋冬モデルとして発売されてるんですけど、ヒート1とヒート2という形でですね、2つモデルが出ております。自分の乗っているバイクのジャンルに合わせてですね、グローブのデザインっていうのを選べるっていうのも一つメリットじゃないのかなって思いますね。まあ、この旧モデルでもですね、使用時間が4時間っていう形で2に比べるとですね、少し短くはなってるものの、4時間持てば全然十分なのかなって。でこのバッテリーもですね、 Amazon で調べたらですよ、使えそうなバッテリーっていうのがあったので、予備でですね、あと2つさえ持っとけば、どんなツーリングでも大体こなせるのかなっては思いますね。新しいモデルを選ぶのか、古いモデルを選ぶのかっていうところでですね、グローブのデザインであったり、そういった機能面ですね、そういったところをね、その自分の使い方っていうので天秤にかけてあげて、好きな方を選んでいただければいいんじゃないかなって思いますね。はい、そう、今回ですね、レビューでお借りしたこのグローブのサイズは XL サイズなんですよ。いや、めちゃくちゃでかいやろって思ってたんですけど、私の手のサイズでも普通にぴったり使えるぐらい、ちょうどいいぐらいのサイズだったので、ぜひ購入を考えてる方はですね、一度試着というか、そのお近くのライコランドの方に行ってですね、現物の方を試してみて、それから購入を検討されるっていう方がいいんじゃないかなって思います。はい、いやでもそう、予定が狂ったな、世間話したかったんですけど、そう、昨日ですね、もうしちゃいましょうかね。昨日ですね、とある人に会いに行って、でとある人っていうのが九州を代表するトップライダー柳川明選手いらっしゃるじゃないですか。皆さんご存知ですよね。もし知らない方はですね、ググってみるともう速攻で出てきますから、ちょっと調べてみてください。その方とですね、一緒に全日本ロードをですね、ウィークを通してこう回ってるメカニックの方がいらっしゃるんですよ。そのメカニックさんが福岡にいるっていうことで、前からですね、その全日本の場ではちょこちょこお会いして話してたりしたんですけど、今回ですね、そのレーシングメカニックさんがいるお店、やってるお店っていうところにですね、お邪魔する機会をいただいたので、昨日ですね、行ったんですよ。で夜8時からがいいっていうことだったので、その8時に合わせてですね、もう菓子折りもこう山ごつ持ってからですよ、行ったわけなんですけど、もちろんカメラ持って行ったんですけど、話が膨らみすぎてですね、全く動画撮れてないっていう、もうめちゃくちゃいい話聞けたというか、面白かったんですよ。それこそ全日本ロードの裏話であったり、海外のレースのことだったりですよ。めちゃくちゃ、なんて言うんだろう、こう日頃なんていうの、聞けないような内容というかですね、そう、しかもめちゃくちゃ優しい方でですね、何時まで話しとったかっていうと、家に帰ってきたのが午前4時です。やばくないですか夜の8時からね、朝の4時まで話しよったって、しかも飲みとかなしですからね。そのお店の中でですね、普通にコーヒー飲みながらひたすらですね、バイクの話させていただいてたんですけど、マジでびっくりですよね。お姉ちゃんのいる店じゃないのに、こんな朝方までですね、語り明かしたのは初めての経験でした。今回ですね、この全然動画も撮れなかったので、また別日ということでですね、ちょっと企画をして、動画撮りに行きたいと思いますので、そちらの動画もですね、ぜひ楽しみにされてください。レースをするにあたって、じゃあどういう道をね、歩んでいけばいいかだったりですよ、セッティングの仕方、ライテクだったりですよ。いや、マジでこう人のライテク話聞くのって面白いですねすごく勉強になるしですよ、自分が思ってたこととこうリンクしたらですよ、よかった、間違ってなかったって思うしですね。いや、本当そう、そういうので花が咲いて、気づけば朝の4時ですよ。びっくりですね、本当すいませんでしたいや、また行くのが本当楽しみですね。その動画ですね、頑張って作っていきますので、ぜひですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではですね、今回の動画はこんなところで終わりにしようと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイ。